はいどうも、今回は、非常に面白そうな RPG があったのでその紹介をしていきます。画面に出ている通りウィザードリーっていうシリーズですね。このウィザードリー、まあタイトルがウィザードリーバリアンツダフネっていう、まあ日本語に訳すとバリアンツダフネは日本語に訳すと変異種の月桂樹、バリアンツが変異種で月桂、あダフネが月桂樹なんですね。まあそういう木、月桂樹っていう木の変異種って意味なんでしょうね。そういう、というわけで。まあ、ウィザードリーって、まあ、どんなゲームかと言いますと、3D ダンジョン RPG ですね。で、3D ダンジョン RPG の、まあ、元祖になる作品ですね、ウィザードリーが。で、その最新作が、スマホで出るっていうことですね。で、まあ、私が注目したのは、キャラデザインですね。キャラデザインが、私の知ってる限りなんですが、ファイアーエムブレムのシリーズのキャラデザインをした方が、キャラデザインをしているので、なんていうか、あんまりね、ウィザードリーって結構、なんていうか、ドロドロした感じの、ね、キャラデザインだったりして、結構ね、気持ち悪かったりするんで、ですが、まあ、作風が全体的に暗くて、気持ち悪いっていうところがあったんですが、ただね、そのファイアーエムブレムシリーズのキャラデザインの方が描いてるキャラの絵が結構なんていうか親しみやすい感じなんで、まあ、それで気に入れましたね。というわけで、でプロモーションビデオも出てるので、ちょっと見ながらちょっと話をしていこうと思います。というわけで早速見ていきます。この音の感じからして怖いですからね。これがファイアーエムブレム。それが騎士団に必要な犠牲ならば、まあ、可愛い感じだったりするんでね、絵柄が。まあ、敵のモンスターデザインは、こんな人が立ってしまっては王はすでに死んでるんじゃ。モンスターデザインに関しては、寺田勝也さんっていう、まあ、方なんですが、以前に、武神っていう 3D ダンジョン RPG の、なんかこう、キャラデザインや、まあ、グラフィック関連のこと、担当をしてた方ですね。まあ、アトラスの RP、アトラスから出た、武神ゼロ、ウィザードリーオルタナティブっていう、ね、タイトルの、キャラデザインやモンスターデザインを手掛けてる方ですね。だから、まあ、その方が、またこの最新作でも、モンスターデザインをやっているようですね。で、結構なんていうか気持ち悪い感じはあるんですが、まあ、そこ逆に迫力があっていいんじゃないかなって思います。ないですかね。俺は得体の知れん奴を仲間とは認めない。期待しているよ、奈落から来た男。奈落は死の呪い、私たちの敵です。まあ、この辺キャラデザインがね、私の体もファイアーエムブレムっぽいですから。する力は一つしかありません。おかわいそう、あなたに神の許しがあらんこと。生きている者は立ち上がり剣を取れ。迫力がすごいですよね。これが、このクオリティの、まあ、3D ダンジョン RPG がスマホでできる、無料、しかも基本無料でできるっていうのは素晴らしいですよね。で、まあ、噂、ちょっとね、結構ネットサーフィンで調べたんですが、課金要素はキャラガチャと武器のガチャがあるらしいですね。で、
まあそんな、まあ、ざっくりした知識しかないんですが、まあ、そんなとこで。でもね、それはそれで面白そうっていうとこもあってね。まあ、3D ダンジョン RPG 自体も面白いし、まあそれがね、どういうふうにスマホの RPG として、なんていうか、調整されているかっていうとこもちょっと見どころで、まあ総じて面白そうです。というわけで、こういうね、なんていうか、いわゆるコアなシリーズというか、昔からあるシリーズで、まあほんとちゃんと面白い、あの、ジャンルなんで、ね、あんまり、早々に差しするなんてことはないように、皆さんやりましょうって言いたいところです。というわけで、以上、ご視聴ありがとうございました。